2002年5月撮影地図、ピエール本城とは、フランスの城郭である。オワーズ県のビレルコトレ、コンピエーニュ間に位置し、パリの北方、コンピエーニュの森の南東にある印象的な城である。ピエール本城は、ヨーロッパ中世城郭のほとんどの特徴を兼ね備えている。ピエール本に城が建てられたのは12世紀のことであるが、1392年には、フランスオシャルル6世によって、 バロアケ諸領とされ、弟のルイが、オルレアン皇として封じられた。翌1393年からルイが亡くなる1407年までに、宮廷建築家のジャンルのアールによって、城郭の完成を見る。19世紀の修復開始前の遺跡の状況1617年3月に、城はリシュリューに派遣された軍により包囲され、破城作業が開始されたが、 城の規模が大きかったため全部は破壊されなかった。その後2世紀の間、城は廃墟のままであった。1810年にナポレオン・ボナパルトが城を購入した。19世紀の中世建築の見直しの動きを受けて、城はロマンチックな遺跡となった。1857年にナポレオン三世がウジェーヌ・エマニュエル・ビオレル・デュークに修復を依頼し、1885年に 部屋の装飾等一部未完成の状況で修復作業が終了した。修復作業は厳密な復元を目指したものではなく、宮殿としての機能を重視したものである。1862年以降、城は歴史的記念物として保護されている。ありがとうございます。